こちら、これはね、ちょっと箱がなかったんですけどね、これはちょっと買ってしまうね。僕らもう小学校の時すっごいお世話になりました、これ。タミヤ、ミリタリーミニチュアシリーズ、タミヤのミリタリーミニチュアの103番、ドイツフィールドキッチンセット。これね、バージョン違いで、ね、おそらくタミヤが出してんねん、これ。フィールドキッチンセット。ちなみにこれ、小鹿って書いてあるから、箱はないねんけどね、これはちょっと買おうかなと思ったんがね、新しいね、フィールドキッチンやな、新しいフィールドキッチンセットにはね、この馬がついてないはずやねん。で、馬がついてないっていうことは、自動的にこのね、休憩してる兵隊さんもついてないねん。これ。で、これね、パッと見たら袋入りで売っててんけど、これね、欠品があんねん、すでに。この時点で。何が欠品なんて言ったら、プラ板が入ってないねん。プラ板が。うん。なんか説明書書いてるよ、これ。僕はもうこれ何回も買ったから。フィールドキッチンセットは。部品外れてるよな。ちょっと開けてみようか。これは開けてもいいよ。僕ね、昔これもすっごい好きやってん。500円ぐらいで売っててんけど。フィールドキッチンセットは。これ何やろな。タミヤのイベントかなんかで売ってたのかもな。もしかしたら。イベント売り。どうやって止めてんのこれ。ああ。頑丈なセロテープで止めとんな。ちょっと横から開けようか。これ確かね、馬のね、手綱みたいなところはね、プラバンかなんかを使わなあかんねん。プラバンかなんかが入ってなあかんねん。だからプラバン入ってない時点で、これ欠品ありやねんけど、まあ値段が安かったからな、買ってみたんですけど、これ、作る前に、お読みください。当時としてはすっごいしっかりしたキットなんやで。で、なんでか知らんけど、バージョンが変わって、馬がつかなくなってん。あ、後年は。こっちから行こうか。見てみよう。これ見たことない人いてんちゃうかな。第二次世界大戦中のドイツ国王軍の食事は、将軍から一般兵士に当たるまで、内容的にはほとんど変わりないことで有名でした。その内容は、戦士家、パウル・カレルが著書、砂漠の基地での中で、アメリカ軍は今大戦で終始第一線の GI やな、まですごいメニューを提供した。我がドイツ軍の炊飯部隊は実質的に下宿人料理を出したと書いているのにように質素なものでした。このドイツ軍の実質的な下宿人料理の基本はパンとバターまたはヘッド、それにシチューと言ってよいほどこってりとしたスープでした。特に玄関の東部戦線で何にも増して必要だったのは酒、それに温かいスープとコーヒーだったと言えるでしょう。フィールドキッチン移動野戦炊飯車はこの用途のためにドイツ軍で広く使われ、野戦用の重要な装備でした。通常2頭、時に4頭の馬で牽引され、歩兵部隊などの機械化されていない部隊で主に使われました。ディンバー前者とそれに連結されるトレーラーからなり、リンバーには調理材料や非常食が積み込まれています。トレーラーは車輪がついた調理台とも言えそうなもので、大型のレンジが組み込まれ、大きなシチューや鍋や
コーヒー沸かしが配置されています。このフィールドキッチン1台で120名から220名分の野戦の、野戦食を作ることができましたが、パンやソーセージ、缶詰などは後方の補給部隊から支給されました。またリンバーは調理の準備ができるとトレーラーを切り離して身軽になり、新しい材料の入手などに出かけたのです。またなおやな、機械化部隊用にはトレーラーの車輪を取り外して課題をつけ、トラックの荷台乗せたタイプのものもありました。フィードキッチンの使用部分は実際の、煮炊きをする装置を組み込んだトレーラーであり、その中心となるのは大きなシチュー鍋とレンジと言えるでしょう。シチュー鍋は容量200リットル、安全弁付きの二重低圧力鍋となっていて、内鍋と外鍋の間には特殊な液体が入れられ、内鍋の加熱を一気に化するとともに、焦げ付き防止にも役立っていました。また、高い保温力を持つことになり、敵が発見されるのを防ぐために後方で煮炊きをしてから前線へ移動し、温かい食事を提供することが可能でした。一方、レンジは鍋の安全面が蒸気で開くと空気の供給が断たれて火が消えるようになっており、燃料の節約が図られていました。燃料は石炭、コークス、豆炭、薪のどれでも使えました。シチュー鍋の横には、90リットル入りのコーヒー沸かしが置かれ、専用の蛇口がついて、蓋を開けずにコーヒーを取り出すことができました。このほか、オーブンも備えられ、これらのレンジは、炊き口は別ですが、煙はシチュー鍋の下を通って、後方の一本の煙突からまとめて排出されます。戦うための装備は、各国の国力や国民性をよく再現していると、言えますが、特にこうした戦場の裏方的な装備には、それが一層明らかに現れ、興味深いものがあると言えるでしょう。ってことでね、こんな感じで。これね、今のね、フィールドキッチンはね、馬がついてない代わりにね、おっちゃんが3人ぐらい立ってるような、なんか、イメージのやつがあってんけどな、これ。こう店で買うときにね、実はこれ言ってたのよ、俺。これ、大きくないって、袋が。袋がね、大きいんちゃうって言われてんねんもんな。ほんまやったら小さい箱のはずやねんけど、フィールドキッチンは。シャーシーフレーム。これね。裏側、これがさらに馬ね、バグ下の原寸図の寸法に切り出します、2等分って書いてあって、このためにねプラ板が入ってたはずやねん。タミヤはこのフィールドキッチンはね、プラ板入ってたから、入ってたから。で、馬けんねんかって、ほら、こんな感じ。なんですよ。だからこう袋になってんのはね、誰が詰めたんか分からへんけど、おそらくねこれはイベントかなんか売ってたんで、箱はね小さい、タミヤの300円サイズの箱がちょっと分厚くなったやつに入ってたはずやねん。ちょっと出してみようか。これがね、だから馬のところがね、切り離してないと見たら、これイベントで売ってたんじゃないのかな、タミヤのイベントかなんかで。で、プラ板がないねん。外れた、ごめん。まあ、ごめん、いや触った瞬間外れてもらった。
こんな感じです。フィールドキッチンセット。今ちょっとごめん。馬止めてるね。ここが外れました。小学校ぐらいの時にね、この人、あの馬の上に馬をね、あの牽引してるこの人のフィギュアがね、すっごくよくできてた記憶あんねん。この人で、これが馬ね。何年これ、1978年の発売や。この馬が、この馬がね、すっごくよくできてんの、ほら。これはあるよ。今のフィールドキッチンがね、もう、こっちはもう生産中止になってんちゃうかな。うん、馬がついてる方。違うやつになってるはずやねんな。これ、それ、改めて見て。さすがタミヤやなっていう。それ、これね、作る方に回してもいいかなと思ってる、ね、これ確かね、当時でね、あのプラ板がついてて、箱に入って、上焼きの箱に入ってて、ね、500円ぐらいやって、500円って。だからあの買って、あの馬が2頭ね、この兵隊さんがね、座ってる姿がね、すっごくイケてたはずやね、これ。これ多分ね、小鹿じゃなかったも多分買ってたと思うんで、前からずっと欲しいなと思っとってん、フィールドキッチンの馬付きの方のやつは。これ、これ下ね、ここ、これが外れてたパーツやね、煙突パーツ。これ。これね。いいよこれ、うん、フィールドキッチンセットだから。昨日まあ結構たくさんプラモデル買ってんねんけど、その中ではね、あのまあまあベスト3に入るぐらい、これは嬉しいなっていうキットがこれやった。フィールドキッチンセットね。タミヤのね、なんやろ、タミヤって戦車で、あの装甲車、あと歩兵やな、があんねんけど、こんなもんまで発売すんねやって。当時のタミヤっていうメーカーがね、こういうとこまで気使うってね、意外と珍しいっていう言い方が当たってんのかな、うん、すごいですよこれ、うん、特にこの馬にプラ板で、うん、だってね、つけんねんけど、うん、すごいよっていう、そんなとこですか。まあこれはもう好きな人しか見ない中身やけどね。懐かしいなって言ってる人もいてるはずやねん。タミヤの初期のフィールドキッチンは、これ103番。うん、いいよこれ。